大阪府のアジポンさんです。30歳の男性です。友人が結婚後にすぐ離婚しました。これってご祝儀詐欺にならないのでしょうか、ということなんですが、山崎さん。最近披露宴に呼んでもらった夫婦が離婚しました。私としても喜ばしいことだったので、それなりに包んで参加しました。けれども離婚。披露宴の最後に、これからの人生2人で苦楽を共にと宣言して、この始末、これって詐欺にならないのですか。そもそも2人のために支出したお金、別々に人生を歩むのだから、結果として嘘をついて金を巻き上げたということにならないのでしょうか。かなりちょっとご立腹の思いですけど、これ正直言うとね、その時の気ですから、自分の、気持ちですから、お祝いする時の、その時の気持ち、この瞬間の気持ちなんで、これはもうしょうがないと思いますよ、正直言うと。ただまあ僕は陣内に会ったらいつも返せって言います。一応言いますよ、まあ、もしほんまに帰ってきたら嬉しいんで一応言いますけど、でも本当のこと言うと、その時のやっぱり、まあ、なんていう、本当に 気持ちですよね。あ、もうしょうがないですよ、帰ってこないみたいな未練を持たない方がいいと、本当は、まあ、せめて、まあ、でもまあ1年2年は続けてほしいけどね。僕もバツイチなんで、これが詐欺なら僕も詐欺師なんですけど。何年続いたんですか。2年です。おギリギリや、はい、うん、ただ式はしたんですか。あのギリギリ、俺の言うギリギリ、松本ラインのギリギリですね。松本ラインの僕はそのハワイで本当うちうちだけでだったんですよ、だから自分を弁護するとするならば、それこそ何百人みたいなのはちょっと控えた方がいいんじゃないのかなって思いますよね。だってもうそれこそ芸能人の人なんて何億の結婚式みたいになるじゃないですか。そう、ほしたらその付き合いだったらこれぐらいの値段でいいのに、何億って言われちゃうとやっぱ余計に包んでいかなきゃいけないのかなって気になって、あ、そういうもんなんですか。額が分かんないですもん、あんなの。どんぐらい包むんですか、そういう場合って。え、芸能人の場合ってめっちゃ、それは松本さんが言ってる。そこもね、ちょっと実は情報がありまして、日刊現代の記事によるとなんですけれども、東野さんのような中堅クラスで30万円から40万円って。中堅クラスで、それひどいよ、日刊現代の記事、すごい分かりやすい。それで松本人志さんクラスなら50万円以上は包むのが普通という記事があったそうなんですが、ズバリどうなんですか。松本さん帯ぐらいいくんじゃないですか。帯って何ですか。100万。ああ、100は何人かもらいましたね。もらったもらいましたし、僕も何人かしたことあるかな。どれぐらいの親密さなら、それ相当近い、もう本当に小学生の時から知ってるとか。いやー、やっぱり普通の相場が3万円なんで、やっぱだいぶちょっと異次元の感じはしますよね。そうですよね。あれでも僕浜田にはそんなにしてないと思う。結婚のね、あれが違いすぎたので、やったと思うんですけど、ね、でもやっぱりあれですか、芸能人同士の結婚式の場合は人がいくら包んでるかとかちょっと気になったりするもんですか。そりゃ気になりますよ。どうかもしれないですね。それこそ松本さんその時に気って言ってましたけど、そんなに気持ってない人のも行かなきゃいけない時あるじゃないですか、まあ、お付き合いとかあると思います。そういう時にやっぱケチりたい自分出てきます。キキキリンさんはどんな式でも絶対一律3000円なんですって。その意図は何なんですか。3000円、分からないけど、キキキリンさんご自分でおっしゃってました、私3000円だからって。なるほど、まあ、決めちゃえばいいんですね。貫くのは全然ありだと思うんですよね。あ、まあ、そして呼ぶ方もそうだと思って呼ぶってことですよね。期待を変にさせないみたいな。いや、まあ、松本さんから3000円だったらびっくりしますよ。3000円、そんな付き合いかみたいな。そうなるでしょうね。難しい、どうですよね。